1日ですねの火曜日です。昨日31日の、話をしていこうと思いますけど、今ね、まあ、聞いてくれているようにめちゃめちゃ 鼻声です。もう多分なんかのアレルギーかわかんないけど、めちゃめちゃ鼻が詰まってて結構しんどい状況が続いてます。まあなんとかなんかそこで涙も出るし出ちゃうんですけど、まあなんとかそこで頑張ってちょっと喋るのもしんどい感じなんですけど、な感じです。で、昨日に関しては練習もありまして、まあ、日曜日試合があって、月曜日も練習があってって感じなんだけど、感想は昨日の動画で話してますけど、まあ、すごくチームとしても、勝つことは大きかったと。まあ、ただ課題はたくさんあるし、そこを修正していかなきゃいけないんだけど、だから正直前も話したかもしれないけど、監督のクオリティとか練習のクオリティがちょっと低いというか、こう締まらないし、結局何がやりたいのかもわからないから、まあ難しいんですけど、その中でも自分がしっかりとこう自分を持って、しっかりトレーニングすれば個人の向上っていうものはね、絶対できると思うので、まあそこをぶらさらずにやっていこうとは思います。またこうやってね、今日も朝練習してますけど、こうやってね少しずつやっていけば、まあ自分も成長できるんじゃないかなと思っているので、そこは自分ぶらさずに強い意志を持ってやっていきたいと思います。まあ、昨日に関しては練習もやって、練習があって子供たちのスクールもあったんだけど、なんだろうな、まあ、チームもその監督のそのあれに流れちゃってる感じもあるし、まあ、監督もいいアイディアを持ってないからなかなか難しいんだけど、まあ、素直にちょっとクオリティじゃないけど、そこのあれは感じるなっていうのはありますけど、まあ、やっていくしかないね。まあ、今週の水曜日に試合があるので、その試合に向けて、まあ、ちゃんとこのその試合もね、フェンラブラーダのセクンダルチームのアカデミーのカンテナのチームなんで、これでカンテナってやるのは3回目なんですけど、やるかな、水曜日にあるんで、まあ、しっかりうまくね、自分のコンディション持ってって、そこでいいプレーが発揮できるように、したいと思いますし、まあ、もっと頭使いながらプレーしたいとなっていうのは、まあ、昨日も話したけど感じてはいるので、まあ、もっともっとできる部分もあるし、自信持ってやれる部分もあると思うので、そこはちゃんと見つめ直しながらやっていきたいと思います。まあ、そんな感じで今日はね、ちょっと短いですけど、昨日の一言日記の感想になります。なんでまたちょっと今鼻が詰まってあと喋れないんですけど、すいません。そんな感じで今日の一言日記にしたいと思います。中条です。ではまた。